の写真集発売ということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。どんな内容になってるか教えてください。念願のファースト写真集ということ で今32なんですけど、もう結構芸歴も長くって、こう32になってファーストっていうのが意外だねって周りにも言われるんですけど、やっぱり今出せるからにはこう見せたことのない新しいアザマミューっていうのを皆さんにお見せしたいと思ったので、結構新しい私がいっぱい詰まってる一冊になってます。今までオファーもなかった写真？なかったです。でもずっと言ってましたね、やりたいっていうのは。なんかもうあるとしたら次はもう30だと思ってたので、それも超えたのでもう諦めてて、私は写真集を出すっていう夢は絶たれたなと思ってたんですけど、なんかのドッキリですかみたいな感じだったんですけど、ありがとうございますっていう、なんか感謝でした。いいんだ32歳出してもっていう感じでした。でもやっぱ普段はお洋服を見せるじゃないですか。なのでどうしてもそのこの写真集の撮影の時もお洋服を見せようとしちゃったりとか、ちょっとここずり落ちちゃってたりとか、肩が落ちたりとかしてるのを気にしてたりすると、いいからミューを撮ってるんだからって言われて、そっかミュー撮ってるんだって思いました。お洋服じゃないんだと思ったらちょっと嬉しかったです。石垣島です。全部石垣島で撮りました。沖縄出身ということですけど、はい、どうですか雰囲気とか似てますか？そうですね、私は本島の那覇なんですけど、石垣島には小学生の時に行ったぶりで、こう大人になってからちゃんと行ったことがなかったので、でもすごく都会でした。なんかシティで、石垣島にスタバがあると思って私雨女で、予報が全部雨だったんですよ。さすがだねなんて言われてたんですけど、でも初日がすっごく晴れて見事に、でこの写真集の中でも夕日のカットがあるんですけど、本当に綺麗で、なんか私持ってるかもって思いました。お尻姿がね綺麗ですけど、はい、どんなところお気に入りですか？あんまりお尻普段出さないじゃないですかで私もジムに通ってるんですけど、トレーナーさんにお尻が本当にいいねって褒めていただくことがあって、で自分だと撮影の時とかも前を見ることがあっても後ろを見ることもあまりないですし、もちろんお尻出して歩くわけにもいかないし、お尻を見られることが普段ないので分かんなかったんですけど、いいんだぐらいに思ってて、でも撮影、この写真集の撮影の時に本当にそのスタッフさんが本当に綺麗なお尻してるねって言われて、本当にと思って、でそれでちょっと調子に乗って、このカットの時はちょっとこれお尻撮ってほしいって言って、初めて自分でオーダーしたというか、で下着もすごいレースで可愛かったので、お尻を撮るなら今だと思って、写真集を出して見た人はやっぱりみんなこれがいいねっていうので撮ってもらってよかったなと思いました。恥ずかしさとかありましたか？いやそれが全然なくって、いつも雑誌でお世話になってる、もう信頼してるカメラマンさんだったっていうのもあって、こう恥ずかしいっていうよりは本当にいつも撮られてる感覚で、おしゃれに綺麗に撮ってもらうっていう延長だったので、なんか恥ずかしいっていうのは一切なかったです。結構スクワットしたりとか、お尻のトレーニングは多めにやってます。クリーム塗ったり？クリーム塗ってますなんでクリームですかいやなんかお手入れも結構お手入れっていうかお尻結構クリーム塗ってます桜も開花したんですけど今日、はい、よかったでなんか21ってずっと言われてて、なんか私持ってるかもってその時も思ったんですけど、なんか昨日見たら22かもってなって、しかも今日雨ってなって、やっぱり雨か、桜も咲かないしって思ってたんですよ。咲いたんですね。嬉しい。新しいアザマミューも開花したんですか？っていうことにしましょう